カミー・ユ・ロック・プランは、フランスの画家である、ロマン主義絵画の画家の一人である、フランス南東部ブルシュイコール・デュローヌ県のマルモールで生まれた、弟に作家、舞台監督になったネスター・ロック・プランがいる。少年時代から絵の才能を見せていて、父親に画家の道に進むように勧められ、18歳頃から絵を学ぶが、仕事で絵を描くことを好まず、医学を学んだり、 役所で事務職に就いたりしたが、どれも長続きせず、結局、画家の修行に戻った。地元の風景画家に風景画を学び、市の勧めでパリに出てアベル・ドップジョルの教室で学び始めるが、ドップジョルが見せた作品の技巧に追いついていないことに、失望し絵を止めると言い出し、周囲の説得でアントワーヌ・ジャングロの教室に移って修行を続けることになった。 法人的な風呂の教えるスタイルが、6プランに適していて、3年後、卒業し、風景画を描くようになった。フランス南部のドーフィネーの風景を描き、パリに戻り、サロンドパリに出展を始め、後に、風景画の大作をサロンに出展し、金賞を得た。風景画の他に、1830年代から文学作品などを題材にした作品も描いた。 ロックプラン自身の学生時代は、良い経験ではなかったが、美術学校で教え、ロックプランの教えた学生には、シャルルテオドールフレイル、プロスペールマリア、マリーアレクサンドル・アロフ、ウジェーヌ・ラミ、コンスタント・ロワイオン・ラがいる。ありがとうございます。